こんばんは、ざっくり解説チャンネルです。今日はですね、孫崎ウケルさんですね、元外交官だったと思うんですけど、この方のお話、今日ね、お話、YouTube で話された分を、ちょっとだけお話ししたいと思うんですね。今回、今、いっぱいニュースやらいろいろ動画やら出てますけれども、イランがイスラエル攻撃したということですね。4月13日、200から300発の無人機とかミサイルなんかでね、攻撃してるんですね。で、これは4月1日に、ダマスカスの、イラン大使館の近くを空爆されたために、イランが報復をしたということですね。で、これですね、孫崎ウケルさんは言っているんですが、昨日の、ニューヨークタイムズじゃないかということなんですけど、イスラエルの支局長ですね、イスラエルにいる方が、話されてたことらしいんですけれども、イランの攻撃はですね、イスラエルの本土攻撃っていうのは今までもなくて、歴史的な、もう本当珍しいことだったわけですね。だからイスラエルの方は、イランは何もやっても反撃しないんじゃないかというふうにどうも思ってたらしいということなんですね。これはイスラエルの支局長の方が言うことですが、しかし、今回の、大使館そばでの空爆によって、イランの国民はものすごく反発しているんですよね。よく今映像なんかにも出てきますけど、なので、トップとしては何もしないわけにはいかないですよね。それでですね、で、他の、例えばレバノンの、ヒズボラとか、そういった他の、ちょっと、過激派の方が、の方も、イランは何もしないじゃないかと自分たちに言わせてっていうところもあったようなんですよね。で、このイスラエルの大使館に対する攻撃っていうのはもうほとんど宣戦布告に近いらしいんですよね。で、イランも随分考えたんじゃないかなと思います。大きな戦争したくないわけですから、イランは。それでイランの方の、イラン人の知的水準というのは大変高いそうなんですね。だから、いろいろと、考えられたんじゃないかということです。で、ニューヨークタイムズで言っているのは、イランからイスラエルに対する攻撃っていうのは、数日前にもうイランはアメリカ、イスラエルの方にもう伝えていたんだということですね。で、これはですね、もう国内の反発を見ると、攻撃しないわけにはいかないし、また攻撃をすると、戦争が拡大してしまう、どうしたらいいかということなんですね、イランはね。それで、そういうふうにもう伝えていたと、アメリカ、イスラエルにですね。そうすると、イスラエルは準備ができますよね。で、それで、誰ですかね、イスラエルの報道官が、ニュースで出てましたよね。ちょうど攻撃の前だろうと思うんですけど、イスラエルの準備はできているっていうね、攻撃の前の、そんなのが出てましたよね、ニュースで。だから、その準備ができているというのは、ほとんど攻撃、イランのミサイルやそういったものを迎撃できるぞっていうような意味のだったようですね。だから、イランとしてはやるけれども、エスカレートしないように、したかったということですね。
だからもうやってすぐイランの方は、まあこれでおしまいだというような声明は出してますよね。はい。まあある意味頭のいいやり方だったんではないかということです。で、このイスラエルポストっていう、まあ、イスラエルの方の情報の、まあ、新聞か何かでしょうけれども、攻撃はこれで終わったとか書いてたらしいんですね。だからもうイスラエルの記者はもう知っていたっていうことですね。どの程度の攻撃だろうかということ。結構で砂漠なんかに落ちているらしくて、あとほとんど迎撃ができていたようなんですね。まあだからこの前の、まあガザのハマスなんかの、まあ、攻撃なんかとは全然違う、もうほとんど予測ができるような、攻撃だったから、もう迎撃ができたっていうことなんですね。はい。まあただそのこういったことがあると、今度そのまあ過激な人たちがまあ中にはいて、でまあこのままで終わってたまるかみたいな感じのね、あれがあるかもしれないですよね。それでそのまあもう一度と今言われてるのは、イスラエルは、軍事内閣か各国を招集して、もう攻撃を反撃をすることをどうも決めたような感じの、私もちょっとニュースをちらっと見ましたけど、だからこれどうもなんかなんというかですね、まあもちろんイスラエルもまあ大使館の領事部の方を攻撃したということで、その中にまあ今までの、ハマスの攻撃などを指示をしていた、トップが入って、いたようなんですけれどもね、そういう方たちを、やったようなんですけど、まあ、それでももちろん国際法の違反になるわけですね。大変なことのようです、誰が言おうがですね。はい。だからまあこれはイスラエルは、まあ、こういう良くないことを本当にしてしまって、でその良くないことをそのもうすることで、なんかイランが、出るに出ず出らざるを得なくなったような、そんな感じが、私もしています。結構そういうのマイルドじゃないかと思うんですね。はい。だからまあもう事前に、アメリカ、イスラエルの方にイランは攻撃のことを、まあ知らせていたようなんですけれどもね、しますよと。だからまあ攻撃があるんだ、攻撃があるんだっていうふうに、まあバイデン大統領が言ってたわけですよね。はい。まあで、やめろとか言ってるのも、それもまあなんか茶番のような、なんかプロレスのような、そんな感じすらするんですけども、こう言ったらまあ大変かもしれませんけれども、はい。ということで、まあ、孫崎ゆきるさんは、このようにお話ししていました。まあ、また今後ここはどうなるか、引き続き注視したいと思います。それではまた視聴してください。また近く佐藤正夫さんの動画も上げたいと思います。チャンネル登録お願いいたします。